県は物流大手の佐川急便と地域の安全や観光振興などを目的とした包括連携協定を結びました。締結式では吉村知事と佐川急便の本村正秀社長が協定書にサインしました。佐川急便ではこれまで全国各地の自治体と包括連携協定を結んでいて、都道府県単位としては24件目です。地域に密着した業務を行うインフラ企業として、物流を通じ、県政のますますのご発展に貢献をしていきたいと考えております。協定には、集配中に異常を発見した際の通報や、子どもや高齢者の見守り活動への協力など、地域の安全安心に関する取り組みをはじめ、県産品の販路拡大への協力、環境保全などの項目が盛り込まれています。人と自然が生き生きと調和し、真の豊かさを実感できる山形県の実現に向けた取り組みが加速するものと大いに期待をしているところでございます。